ちしたらドアが焦げて輪郭が綺麗になりました。そしてハンドルが、ハンドルも曲がってるか、お前相当転んだだろう。もしもーし、もしもーし、ハンドルが曲がっているということで、今日は こんなになるよ。ハンドル交換でちょっと絞ってる。トアが選びました。スタート。加藤拓也チャンネル、加藤ハウス。分業制でトアはまずミラーを外してくれてます。これグリップ交換したじゃん。もうこのグリップダメになっちゃってんだけど、何が原因だよこれ。これまだ1年経ってないよね。ゴーカットするし、危ない。あ、ここにも転んだ形跡を発見。いいよ、簡単に外れた。じゃんじゃか外していこう。ちゃんと組み立てるように覚えておいてよ、自分が外したところは。どうなってんの、うん、こうなってただけか。起きる。長いのが短いのが前、長いのが後ろ。よし、穴開いてる。これここ、あ、これさ、平らにしないといけないって言ってたから、俺ガムテ持ってきます。ドアをかけなきゃ、こんな風にはなんなかった。おかげでハンドル新しくなってよかった。ここに固定しとこう。バイク素人だからさ、全然わかんないから。手袋しましょう。せっかちだからさ、早く終わりたくなっちゃうんだよ。なんかブツ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 小言言ってんだけど、何今何つってたのかな。今何つってたの、分かんない。なんかさ、いつもさ、なんか聞くとさ、分かんない分かんない。なんで分かんないの。分かんないっていうのがめんどくさいってこと、話すのがってこと、うん、みんなそうなの、高校生って。分かんない分かんない。 OK、 ここまでできた。見て、まさかさ、ハンドルを交換するとは思わなかった。うん、サビサビだね。ほら、サビサビだ。これ外します。うん、ビン、見て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 、ここだよ。すごい曲がってる。ほら、持って、ほら持ってみな。これだけで気持ち悪いか。曲がってるでしょ。あんまわかんない。こんな違う。全然違うね。うん、ちょっと絞られて。おい、これ属者じゃねえかよ。属者じゃねえかよ。属者じゃんね。で、ここで揃えると こうだよ。ここで揃えた方が綺麗って言ってたよ。あ、そう。ここで揃えるとこうだよ。こここんなだよ。ちょっとこのぐらいの方が自分が運転するんだから、自分の持ち合わせやり方にしてやるよ。上に上げるとどうなん、どれ、どのぐらい運転しやすい、どのぐらいの方が運転しやすい、どのやつこうなっちゃう、うん、どのぐらいの方が運転しやすい。そこにしましょう。あ、いいじゃん、そこにしとこうか。一回それで確認しとく。
運転しやすいの。分からん。いや、どうなんだよ。妻が選んだ。何？運転しやすいの。知らん。俺はこれで運転したことないから。あ、もうちょっとこっちかもしれない。幅が狭くなったね。だいぶ狭くなった。すり抜けしやすくなったね。取り付け、うん、このバイク青だから今回は青にしました。青、ほら、うん、いいね。なんかつける、556ある、うん、硬っ。それつけちゃ大丈夫なの？スポンって外れちゃう。じゃあトワに任せて。無理だ。大丈夫。あ、汚くなるの。あ、切れた。切れるね。そして、ま、回したらいい。黒くなんない。うん。安いハンドル買ってるからね。こっちからつけていった方がいい。じゃあそっちからつけていきましょう。のはウィンカーでバイク屋さんで直してもらったプッシュキャンセル、うん、なぜ、うん、なぜかちょっとな、あ、もしかしたら、うん、このここが当たってるからこれのためにドリルで穴開けてたの。あ、そういうこと。あ、そういうことか。じゃあひとまず保留。ここに穴開けます。開いたの？開いた。ね、そういうバイクじゃないんだよ。綺麗。綺麗です。うん、入った。舐めるからちゃんと下からやった方がいいよ。とは、とは、ドライバーにも種類があるから。先っぽが違うんだよ。これ全部一緒じゃないの。これに合ったドライバープラスドライバー任せるわ。ちゃんと見てちゃんとやった方がいいよ。任せるわ。任せるわじゃない。それ自分でやるとき、これから人生でお前全部同じプラスドライバーだと思ったらお前高校生はな、舐めてんだよ。親父ギャグ。え？親父ギャグ。動作確認だけすごいんじゃない？うん。あれ？つかん。待って、ライトついてるよ。ついてる。セルバつかな。いじってないよね。とは取った時に何か音を落としてない、ね、で原因は何だったって。給水池素人だから気づかない。何に素人これが作業中に切るスイッチをやったからじゃん。どれが切るスイッチ。これを切ったらエンジンつかなくなるの。それが切れたままだったからセルも作動しなかった。だからとは素人素人
あ、そんなきつくやなくていいんだ。舐めちゃった。素人。はい。いいよ。だーん。終わっちゃったんだ。最後まで見ていただきありがとうございました。よかったら